タルトフランベっていうのはこのフランスの郷土料理としては有名なものという。冷凍のタルトフランベの生地の上にバナナをカットして、アルザ地方の郷土料理。だからあのパリなんかの方でまだまだ知らない方がいらっしゃるんですけども、昔からアルザ地方では何百年も前から食べていただいてますね。あ、フランスでもパリの人は知らない、知らない人もまだいるぐらいで、本当一部の地域の郷土料理になりますね。じゃあフランスでも本当あの地方の田舎っていうか、そうですね。そういう昔はみんな各家庭お母さんたちがうちでパンを作る時に、ちょっとパンを作る前に釜が焼けたかなっていうのを見るために、はい、パンの生地みたいのを作ってパンと焼いてここにチーズを乗っけて食べるっていうのがその地方の昔からの食べ方だったんですが、はい、今こちらの会社はそれをレストランとして販売して、あの、はい、皆さんに提供してたんですが、結構ご要望が多かったんで今度工場を作っちゃって冷凍食品にして、今アメリカぐらいまで輸出始まったんですが、まだアジア、日本を含めてアジアには出してないんで、これから日本に入ってくる。これから日本に入ってくるんで、ナイキフードはこの今年から一応総代理店になったんで、はい、あのうちの方でナイキフードから一応売らさせていただく形になります、はい。それこのタルトフランベを使いますと、まあ、いわゆるピザキノコを乗せたようなあのピザ料理っぽいものから、はい、あとフルーツを乗せればデザートも、そうですね。だから比較的サクサクしておりますので、前菜からもちろんお食事からおつまみからデザートにまであらゆる用途に使っていただけます。だから伝統料理って言いますけど、日本では非常に新しい食べ物 で、そうですね、これからだと思いますね。今ちょうどフランスのアルザ地方が結構脚光を浴びてまして、アルザスワインなんかも日本で流行ってきますので、ぜひこれから普及したいなとは考えています。じゃあアルザスワインと一緒にフランベを食べる、はい、そういう一番のおすすめですね、はい。